はい、どうも、こんにちは。自転車会社でーす。前回マジ50分ぐらい収録してて、しかもそっからぶっ続けて今撮ってるから、めっちゃ疲れてんねんけど、疲れたなと思って、蜂蜜飲んだらめっちゃ咳止まらなくなった。蜂蜜飲んだら元気になるかなと思って。なんか賞味期限切れ前日ぐらいの蜂蜜があってさ、蜂蜜なんてそうそう使わんやんか。やからなんか賞味期限切れ1日前のやつがちょうどさっきあって、何に使おうかなと思った結果、蜂蜜なんか使うようとほぼないから飲んだろうと思って飲んだらめっちゃ咳止まらんくなったわ。あ、なんか何？あ、なるほどね。すいません。プライベートの話をしてしまいました。で、この時、あ、じゃあ無限ワープホールを64回移動するっちゅう話や。おい、なんかでもこれ、おお、一発で引き当てたぞ。 一発で引き当てた。俺64分の1一発で当てたわ。これ違うな、これ来たな、これ絶対おるな。デューケプププ、まさかこんなところに隠れているとは思わないだろうな。デューケの声だ。お前これ第5歩伏前進で行くしかないぞ。お前足音立てたらバレるからな。第5歩伏前進で行こう。すごくね、俺。俺、この運、ここで使うん嫌なんやけど。だって、これやったら意味ないやん。せっかくさ、前回さ、小さな鍵見つけて、64分の1で移動できるっつったから、おっしゃ、じゃあ64回試そうぜっていう心構えで来たのに、こんな一発でいけるんやったら、小さい鍵のヒント何も意味ないやん。ヒントなくても一回なんか偶然入ったら、ここ来れたやん。マジかよ。俺、この運、ボートレースで使いたかったな。いや、でも、ボートレースは運じゃないからな。ボートレースはあれ、研究と勉強の末成り立った、ギャンブルやから。しかし我ながら最高の隠れ場所だと思うな。うん、低い確率でどこかへ飛ばされてしまう異次元の穴。クックック、会話有効利用するに限るね。一人でようしゃべんな。俺か。 なかなかいい隠れ場所だと思ってたんだけど、どうやらバレちゃったみたいだね。来た、ファイナル決戦。来なよ、ゆうかちゃん、扉の向こうで待ってるよ。チス、先輩。よくこの場所が分かったね。64分の1を1回で引き当ててしまいました。申し訳ございません。いろいろと調べた結果、ここにいるかもしれないと結論付けたのかな。まあ実際そう、まあそうなんやけど、そうなんやけど、一発で来れちゃったからな。あんまり意味なかったの。その導き出した結論、その過程が意味あんまなかったわ。それとも本当にただの偶然で僕を見つけることができたのかな。もう両者やな。どちらにしてもとてもすごいことだよ。こんなに楽しいのは生まれて初めてだ。ゲームはこれで終わりだよ。ナオトの記憶を閉じ込めている鍵を返して。君はここへ来るまでにどれくらい死んだの？もう知らん、マジで。めっちゃ死んだ。一度も、いや、これもしかしたらそういうのあるかもしれんな。なんかさ、メタルギアソリッド3とかでさ、一回も見つからんかったらステルス迷彩ゲットできるみたいなのあったやんか。で、一回も死なずにここにたどり着いたら、みたいなやつあるんちゃう？もしかして。鬼畜やけどな、それ。それとも数回？もしかして、両手両足じゃ数えきれないくらい、まあ、余裕で数えきれへんな。うふふ、楽しみだな。君はどこまで耐えられるのかな？どういうこと？なんかあんの？この頭だ。何を言ってるの？早く鍵を返して。渡して。まだ終わってへんの？ゲームはまだ終わってない。最後の勝負だ。僕を捕まえてごらんよ、この小さい部屋で。この部屋を無事に、いや、今、俺、この部屋を塞いでんの俺やからな。大丈夫？お前。死んだ分だけトラウマを思い出しな。ああ、向こうにもあんのか。何や、この意味のない空間。サウナ室と 湯船の間にある、ちょっと温度を調整する謎の空間みたいなのが2つあるわ。どうしてお前はそんなに何もできないんだ？ああ、これあれか。昔の記憶か。お父さんの声。本当にこの子は一人じゃ何もできないのね。どうしてこうなったのかしら。これ、ナオトね。ナオトが言われてんのね。お母さん。いい加減にしろよ。俺はもう中学生だぞ。ああ、ナオトに言われたな。お前なんかいなくても平気なんだよ。え、これ、ゆうかちゃんが言われてんの？お前は生まれてくるべきじゃなかったんだ。
まあでも死んでるからな、もう。そうだね。おい、なんでそうなった？急にネガティブやん。なんで？何、洗脳されてんの？私はきっと生まれてきたのが間違いだったんだ。まあでも、まあそれが原因でね、こうなんか両親が喧嘩してなおとかみたいな部分もまああるんかもしれんな。そういうこう罪の意識みたいなのがあるんかもしれん。いつも他人に迷惑をかけてばかりで何かを成し遂げたことなんて一度もない。でもこんな私でも、ナオトを救うことができるかもしれないんだ。お前にナオトは救えない。さっさと死ねばいいのに。私はもう死んでるよ。だからこんなものもう私にはいらない。こんなものって何？63個もあんのに。もう少し待っててね、ナオト。お姉ちゃんが絶対に鍵を取り戻してあげるから。いいね、俺ね、おわ、何これ、何番か当てていい？デューケやろ？デューケ、デュー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 。 全く嘘つかない。でも0番が出口やから、これ990、あ、じゃあでも2桁やな。99、99ってなくなかった？じゃあ99あれか、渋谷か。これ何番やろ？51番。1番ってでもさ、下位レベルで言うと一番低いはずやけどな。何度言ったら分かるんだ。どうしてそこまで物覚えが悪い？体だけじゃなくて頭も少し弱いのかしら。今度お医者さんに診てもらわないと。2番。2歳。うわ、出たよ、薬女。あー、薬女か。なるほどね。あー、これはな。お前が近くにいると病気がうつるんだよ。あっちへ行け。子供っていうのはマジでな、容赦情けないからな。先生、どうしてあいつばっかり特別扱いするんですか？あんなやつ一人のためにクラスのみんなが合わせる必要はないですよね。まあ、4歳、年齢ってわけじゃないが、単純にこう1から順番に記憶をたどっていってるっていう感じか。もういい、部屋へ入れ。お前を少しでも成長させられると思っていた俺がバカだった。ああ、どうしてまともな子供が生まれてくれなかったんだ。ほう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 。見て、お父さん、ナオトが賞をもらってきたのよ。あ、これお母さんか。ナオトは優秀なんや。本当か。よし、じゃあ今度3人でどこかへ。うわ、3人って思いまして、しんど。母ちゃんと優香ちゃんと直人かな。自分は働いて金稼いできてくれるってことね。スネ夫やん。でかスネ夫やん。もうこいつやってることでかスネ夫やん。あなたのせいでしょ。それじゃあ直人が嘘を吐いているとでも？そう、あ、何、あ、なるほどね。直人も優秀じゃなかったんや。直人、黙ってなさい。あ、この。なるほどね。賞を取ってなかったんや。ってことかな。ほら、奥さん。あの子よ。直人くんのお姉さん。大変出来が悪いらしいわよ。弟は優秀なんや。あ、でも嘘つきってこと？どうして姉はああなのかしらね。こんな世間嫌どきないやろ。大月、これで何回目だ。先生は何度も言ってるはずだが、クラスのみんなも嫌がっているんだ。ちゃんと空気を読んで行動してくれ。まあね、なんかもうこういうことをさ、ちっちゃい頃に言われすぎちゃうと、もう自信もなくなるしさ、なんかね、性格に影響しちゃうからな。あ、なんだ、帰ってきたのか。今日は早退したんだって。はい、そのこと学校辞めるか。ふっふっ、お前、俺がこれごときで傷つくと思ったか。お前、優香ちゃんの強靭メンタルなめんなよ。な、あの部屋を抜けられたのか、お前みたいなやつが。ふふ、だが疲れ切っているな。そんなんじゃ追いつけないだろ。僕、ゲームは僕の勝ちだ。待って、行かないでお願い。ナオト。はるちゃん。おはようさん。
春なんでいつも叩くの？だってその方が確実に起きるでしょ。そうかもしれないけど、さっきリュウケのやつが慌てながらキッチン、ここ何番何番かみんな忘れたな、なんか途中から番号見んでいいやと思って来ちゃったけど、これ何番や。ゆうかあいつのことを見つけることができたんだね。ていうかはるちゃん、ここ通るときリュウケに会わんかった？あの長い廊下みたいなのくぐってくるときにリュウケおらんかったんかな。まあ、まだ鍵はあいつが追いかけなくちゃ、鍵を取り返さなくちゃ。おえ、はるちゃんを操作できんの？俺はるちゃん大好きなんやけど。ゆうかは十分あいつを追い詰めた。今度は私がデューキを追いかける番だ。いいとこ取りやないいとこ取りじゃないですか。でもいいね、ちょっと話しかけてみるか。ごめんねはる、私がちゃんと生まれて、あーそんなこともうええよまあそうね、何の話になるな。ゆうかちゃんと生まれてるじゃん。まあしばらくここで休んで追いかけるようになったらジジイの部屋に移動してなよ。手土産持って帰るからさ。わさびせんべいわさびせんべいかな。静岡にありそうなお土産、静岡にありそうなお土産ランキング第1位じゃない、わさびせんべいって。これどんだけ走っても疲れへんっていいな。健康な体大、健康第一やな。まあデューけどさ、そこえちょい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 待てよ、マジか、またやんの、こっからまたこっからいろんな部屋移動するパターンやんの。よくよく聞いたらなんか軽快な音楽流れてるし。いやーデューケはね、パソコン室にいると俺は睨んでるよ。マジこっからまたなんかやんのセーブできっかな、はるちゃんでもセーブできるかな。あ、できひん。できひんってことは割とすぐ見つかるってことや。親切設計でしょう。鏡も見れない。108に行くしかないか。108って今まで行ったことあったっけ。じゃあ108行く前にちょっと一旦地下行くか。地下だけ行ってないからな。108か。いや行ったろ行ったろ行ったらんけど、どうせセーブできんねんから。108行きます。おったゲッ、古花春。優香のやつにタッチされちゃってね、今の鬼は私だよ。クソ、捕まるか、逃がすか。なるほどね、いろんな部屋を移動してんのかあいつは。ホラーゲームで一番隠れがちな場所あんねんけど。違うか。いやまあ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 、適当に走ってればいつか追いつくやろ。上か。まあ、一旦せん、おおっとおった、上だ。おお、いいね。なるほどね。666。ルート6666、ルート666、おおっと。地下か？999。おい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 、一番の一番ここやん、確実に。もうそうやんな。うわ、1000やん。来れるもんなら来てみやがれ。過去一番えぐい会が何 ?8073。 なんで、何、どういう当て字かな、なんかの。えぐいやん、えぐい会。うわ、長い長い長い。無限廊下かこれ、まさか。いやでもね、いやこれあれだ、さっきのさ虎山鉱山みたいな、諦めない心が肝心みたいな言ってたから、そうなんか割とすぐ着いたなもっと根性試される感じかと思った。バカな、どうしてこんなところまでついてくるんだよ。お前が逃げるからな。震度8073だぞ。お前みたいなただの人間がここから現実世界は戻れると思ってるのか。そうね。もうなぜ他人なんかのためにそこまで。
なぜって言われてもずっと家族に会いたがってた二人がもうすぐで会えそうなんだよ。それは手伝うに決まってるっしょ。淡々といいこと言うやんけ。それよりいい加減鍵を返してよ。もう逃げる場所もないんでしょ。ぐぐぐ。まだだ。まだ僕は。何何？もう無理しなくていいってとっくに気づいてるんでしょ。リュウケ、ピエロの会議。他人を悪趣味の遊びに誘って翻弄する嫌なやつ。でも本質はそこじゃない。あんたの行動理念は単純だ。あんたは楽しみたかっただけなんだ。誰かと遊んで空虚な心を満たしたかった、それだけ。宝探し、かくれんぼ、まあ確かに鍵とかもね、鬼ごっこ、今日だけでこんなにも遊ぶことができた、今までにないくらいにね。本当はもう気づいてるんでしょ、自分がもう十分に満足してしまっていることに。おお、そうだよ、楽しかった。この家に来てからというものを、楽しいことを貪欲に探し続けていたけど、こんなに楽しいのは初めてだった。だけどそれを認めてしまったら僕はどうなる。娯楽を求め人々を惑わす僕が満足してしまったら、なるほどね、消えてしまうってことか。もう十分じゃない、どんなに楽しいものでも。それをずっとやり続けたら惰性になるだけだよ。ウェイウェイ、思わずなんか共感しすぎてウェイっつってもたわ。飽きって大事やからね。みんなさ、そう、なんか途中で何かをやめることに対してネガティブなイメージを持ちがちやけど、あの飽きってもう飽きてんねんから、飽きを認めてやめた方がいいんよ、そういう時は、と私は思います。飽きたら次の新しい何か楽しいことを見つけたらいいんよ。まあっていう話じゃないんやろうけど多分めっちゃ的外れなこと言ってるけど今俺。ほら受け取って。おー、サンキュー。思い出の鍵を手に入れた。よし、それじゃあ私はもう帰るわ。いいの？その鍵もしかして偽物かもしれないよ。本物はまだ僕が持ってるかも。なるほどね、まだ遊びたいんや。あんたってそういうことするやつなの？けっ、お前もお前のジジイも大嫌いだ。ほうほうほう、初めて意見があったね。私もあのジジイのことは嫌いだよ。それにどうやってここから元の家へ戻るつもりだ？さすがのお前でも。まあとりあえずこの部屋の外に出てから考えるよ。お前も寂しがり屋さんやねんな。もういい、僕は遊び疲れた、しばらくの間休む。お前急にもう顔まで急にさ、自分勝手なやつやな。まあでも自分勝手なやつほど人生を楽しめるかもしれんしな。うわー暗いの、参ったね、どこにも何も見えないや。あー、あれか、糸電話か。聞こえるよ、ハル。今ジアンさんの部屋に戻ってきたところ。そうか、ああ、ジジイに聞いたらわかるかもな。ハル、デューキはどうなったの？大丈夫、ちゃんと捕まえたよ。ほら、ああ、そっか、この糸から、あ、この今からこの糸電話で鍵を送る。思い出の鍵が紙コップから出てきた。うん、ハル捕まえてくれたんだね。それじゃ早いとこナオトの記憶を戻してやりなよ。私はそっちに戻るのに時間がかかりそうだからさ。待て、ハル。んだよ、ジジイ。お前今どこにいるんだ？8073ですか。デューキを追ってたら8073って何なんやろ。やれなさ、やれなみ、パオパオなみ。足を踏み入れちゃったよ。いや、うっかりうっかり。8073、そこから帰れそうなのか。どうだろうね、見渡す限り何もなくて。お、今なんか見えたか。いや、なんでもない、気のせいだったみたい。まあなんとかなるっしょ。そうか。ん？大丈夫なの？心配しなくてもいいって。私は古花ジアンの孫だよ。それよりも早く直人の元へ行ってあげな。私の頑張りを無駄にはしないでよね。お前結局終始何もやってないよな。ひげ整えてただけで何もやってないよな。直人くんの容態が悪化し始めている。お前何のためにあそこにおってん。鍵はまだなのか。ほら急いで。ありがとう。うひひ、どういたしまして。いいね、その笑い声が最後に聞けてよかったぜ。森田さん、鍵はここです。直人のところへ行ってきます。